皆さんこんにちは、ゆかです。この動画では私が1日に食べたものを作り方も含めてお見せしていきます。私が1日の初めに口にするのはお水です。寝ている間にも吐息合わせとして体から水分が失われているので、朝の水分補給はとても大切です。私は起きたらウォーターボトルをお水に入れてジャーナリングやヨガをしながら飲んでいきます。この日の朝食に食べたのは手作りのグラノーラです。このグラノーラを作るには、まず中火で温めたフライパンで山盛り1カップ分のオーツ麦を3分ほど入ります。煎っている間にナッツやシード類大さじ4杯分を用意します。今回私が使ったのはひまわりの種、かぼちゃの種、あとアーモンドです。アーモンドは少し大きいので好きな大きさに切っていきます。溶き卵、大粒麦を混ぜるのも忘れないでください。残りのアーモンドも切って3分経ったら、アーモンドたちをフライパンに投入して焦げないように常に混ぜながらまた3分ほど煎ります。時間とともにちょっとずつオーツとナッツ類が黄金色になってきます。3分経ったらお塩とシナモンパウダーを小さじ4分の1ずつ入れて全体に行き渡るように軽く混ぜます。そしたらここにメープルシロップ大さじ2杯を加えて全体に行き渡るようによく混ぜます。水分がある程度飛んできたら平らに広げて火から外します。とってもいい匂いがします。冷めたら手でほぐして密閉容器に入れたら完成です。調理時間10分ほどでできるのでとってもおすすめです。ドライフルーツやココナッツフレークなどを入れてもとっても美味しくできると思います。私はこのグラノーラを前日の夜から解凍させておいたブルーベリーと一緒に豆乳をかけて食べました。ブルーベリーは日本だと高いと思うので、バナナやリンゴなど他のフルーツを使ってもとても美味しいと思います。メープルシロップの甘みとナッツの香ばしさと、あとシナモンの香りがマッチしてとっても美味しかったです。続いてお昼ご飯。まずはじめに1日お水につけておいた玄米をよく洗って炊きます。お米を炊いている間に他の準備をします。まずホールトマト缶のトマトを適当な大きさに切っていきます。余りはタッパーに入れて冷蔵庫か冷凍庫で保存すると後で便利です。温まったフライパンに前日に料理するときに余分に切って軽く炒めておいた玉ねぎとニンニクを入れて炒めます。ここに冷凍したマッシュルームを加えてほぐしながら炒めていきます。続いてまたまた冷凍してあったブロッコリーの茎を投入してほぐしながら炒めます。そこに好きなスパイスを入れます。私は気分でガラムマサラとパプリカパウダーを入れました。さっきの切ったトマトも入れてさらに炒めます。お塩を加えて、なんとなく気分で中濃ソースも加えました。ご飯が炊けたら盛り付けです。ご飯と冷蔵庫にあったお豆を持ってさっきの炒めにも乗せたら出来上がりです。汁気のないトマト感が強いハヤシライスって感じの味でした。とっても美味しかったです。最後に晩ご飯です。まず高野豆腐を好きなだけ器に移してお水を加えて戻しておきます。次に細ネギを小口切りに切っていきます。そして次にニンニクを切ります。包丁の側面を使って潰すと薄皮が簡単に剥けるのと、みじん切りをするのが楽になるのでおすすめです。ニンニクのみじん切りが終わったら、再び
冷凍野菜の登場です。ナス、先にセロリを適当に切って、若干解凍されて切りやすくなったナスを好きな大きさに切っていきます。次にお味噌とメープルシロップ、あと醤油麹を混ぜて炒め物用のタレを作ります。お味噌を少し加えてサラサラにしました。フライパンにごま油を熱して、シャキシャキした根元の方のネギを加えて軽く炒めて、ニンニクも加えていい香りがするまで炒めます。そしてここにセロリを入れて炒めて、ナスも加えていきます。ここで再びブロッコリーの茎登場です。ほぐしながらこれも炒めていきます。ここにさっき戻しておいた高野豆腐を水を切って食べやすい大きさにちぎって入れていきます。全体を炒め合わせたら、さっき作った炒めダレを回しかけて、あとジンジャーパウダーも入れたら美味しいんじゃないかなってことで加えてよく混ぜました。そんでもってチリパウダーも入れたらもっと美味しくなるんじゃないかってことで、チリパウダーも投入しました。全体的によく混ざったら完成です。お椀にご飯と今作った炒め物、あとさっき切ったネギの緑の部分も乗せました。味噌炒めは昔から好きなんですけど、やっぱり何回食べても美味しいですね。醤油麹は醤油で、あとメープルシロップはみりんで代用可能です。夕食の後ココアをなんとなく飲みたい気分だったので、アイスココアを作って作業しながら飲みました。はい、これが私のこの日に食べた食べ物全部です。私が作るご飯は基本的に調理時間15分以下でできるものばかりなので、忙しい皆さんの参考になったら嬉しいです。この動画を気に入っていただけたら、高評価ボタンのクリックとチャンネル登録よろしくお願いします。ここまで見てくださった皆さん、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。